ロドパスアンテナ派のオファー空港に設置されたローカライザーアンテナ軽機着陸装置とは着陸侵入する航空機に対して空港、飛行場付近の地上施設から指向性誘導電波を発射し視界不良時にも安全に滑走路上まで誘導する景気侵入システム。日本の電波法施行規則において ILS とは景気着陸方式を言うと定義されている。 同種の装置にマイクロ発着陸装置があるが、こちらはほとんど普及しておらず、日本国内には導入されていない。空港、飛行場側の施設は、進入方向を示す、ローカライザ効果経路を示すグライドパス滑走路までの距離を示すマーカービーコン、または TDME、または代替フィックスから構成される。上がローカライザ、下が、 グライドパスの電波範囲を表したズローカライザは、滑走路反対端からややずれた異なる方向に 150Hz よび 90Hz で変調された電波を発射する。ローカライザの周波数は 108.10MHz-111.95MHz の範囲で、空港ごとに、また滑走路ごとに異なっている。航空機の側では、ローカライザ用のアンテナで受信した信号を復調し、 150Hz と 90Hz の成分の強度を比較することにより、右または左にずれている量を知ることができる。グライドパスは 329.30MHz-335.00MHz が用いられるが、滑走路手前の設置点横から上下に異なる低周波信号で変調されており、ローカライザーと同様の原理である。 グライドパスの周波数はローカライザーの周波数と連動しているため一般に空港の ILS の周波数というとローカライザーの周波数を示す。したがってこれら設備が用いる周波数はセットになっており40種類のチャンネルがあることになる。航空機側の受信機は左右上下のズレ量を検出しパイロットには CDI。 または CDI を含む統合計器に表示し提示する。または自動操縦装置を動作させる。パイロット、または自動操縦装置がこの差をなくすように飛行することで正しい経路に沿っての侵入が可能となる。MKR、または TDME で滑走路までの距離がわかる。MKR は上空に指向性がある 75MHz の信号で 航空機が通過した時滑走路までの距離を表示と音によってパイロットに知らせる。インナーマーカー、ミドルマーカー、アウターマーカーの3種類がある。一般的には滑走路末端まで、それぞれ0.1ナノメートル0.5から0.8ナノメートル3.6から6ナノメートルであり、理想的なグライドスロープに航空機が乗っていれば、それぞれ設置寸前。 200フィート1400フィート付近を通過したことが分かるようになっている。インナーマーカー、ミドルマーカー、アウターマーカーは、それぞれ 3kHz、1.3kHz、400Hz で変調された信号である。TDME は DME と同じ原理であり、設置点まで連続的に距離測定が可能である。MKR、または TDME が利用できないときは、 それに代わるレーダーフィックスが必要であり、日本では認められていないが、日本国外では、コンパスロケーター等の広報施設によるフィックスで、代替が可能となる場合もある。飛行中は CDI を使用しないため、グラスコックピットを採用した、旅客機などでは着陸モード時のみ表示している。ICAO では、ILS を、その設置、運用制度により、以下の5つのカテゴリーに分類している。 カテゴリーの数字が大きくなるほど、着陸決心口は低くなっており、悪天候、停止定での着陸が可能となる。ただし、これにはパイロット及び航空機がカテゴリーを満たしている、必要がある。パイロットを例にすると、通常は高精度のカテゴリーほど本装置を頼りに、悪条件下であってもより低い高度までの効果が可能だが、万が一装置に異常が発生した場合にそれだけ、 低指定、低高度といった状況において緊急対応を必要とされる可能性が考えられるためである。このため本装置が単純にパイロットの技量を補ったり、その代わりになったりするものではないことに注意されたい。航空機も同様で、高精度のカテゴリーでは構成する機器の上長化に関する規定がより厳しくなっている。また、CAT2 以上の場合には、 航空機及びパイロットだけでなく、航空会社などが国土交通大臣による特別な方式による航行の許可を受けなければならず、さらに空港でも停止低下での地上体制、LVP 体制が発動されなければならない。LVP 体制のことを日本では SSP 体制と呼んでいる。これには本装置の電波を乱すことのないよう滑走路や、 アンテナ付近における車両の運行を停止したり、万が一に備えた緊急車両の準備を行ったりすることが含まれる。加えて飛行場等下も必要条件であり、CAT2 以上ではより高規格の侵入等々が求められる。なお、決心高度は平均海面上からの高度で表されるが、これに対し滑走道端からの高さで表されるものを決心高と呼ぶ。 dh に滑走道端標高を加えれば da になる。CATI では気圧高度計による電波高度計を用いる理由は低高度においてより精密な高さが要求されるからである。さらに実際の運行では地形の凹凸も加味し単純な滑走道端からの高さではなくその地点の地表までの延長距離を1フィート単位で表した数値が dh になる。 また CAT3 で DH を設定しない場合は、警戒口が設定される。R は機材、または地上設備の異常がないことを確認するための最低の高さである。DH との違いは、DH では、その高さに達した時点で所定の等過、または地上施設が見えることを要求されるが、R を設定する場合は、何も見えなくとも機上地上の機器類に異常がなければ、 侵入を継続できることにある。よって CATE や5で定められた RVR があればそのまま自動着陸することが可能である。最も精度が高い CAT5 の ILS もまた、前述の通り DH は設定されておらず、航空機及びパイロットの条件が整えば、全く視界がなくても自動操縦装置を使用して着陸を行える。ただし、 2007年現在 c a t f k の運用例はない。これは c a t f k の制度が要求される指定なしの条件下で着陸したとしても、その後の地上走行が極めて困難であり、また支援車両や緊急車両も同じく視界不良のため対応に向かえないからである。運用開始にあたってはそれぞれに空港内を無視界で走行できる装備が必要となる。 日本の1500メートル以上の Z 化空港には最低1本の滑走路の少なくとも片側にフル ILS が設置されているケースが多いが、富山空港、南紀白浜空港、出雲空港、徳之島空港、福江空港、津島空港、大島空港、八丈島空港などはローカライザー TDME のみでグライドパス未設置。また、松本空港は未設置。 また、日本で唯一の民間パイロット訓練空港である、下地島空港には ILS が両側に設置されており、これは東京国際空港などの大規模空港における例を含めても数少ない例の一つである。設置できない主な理由は地形や滑走路長などである。ILS が利用できるためには少なくとも10ナノメートル程度のグライドスロープが伸ばせる必要があり、これが 山などに遮られる場合は、ILS が設置できない。また、ローカライザーとグライドスロープを両方装備している空港であっても、軽機侵入方式でローカライザーの見つかうよう指定される場合もある。例えば過去の東京国際空港でシニアに、ILS を使う場合、方位のみローカライザーで誘導しコードは、航空機の高度計と DME 距離で制御する、方式が取られていた。 現在の東京国際空港は陸上を通過しない、深夜用の ILS 侵入コースが設定され、特別なローカライザ侵入は行っていない。日本で最も精度の高い CAT3 及び CAT2 の ILS を設置しているのは以下の空港である。CAT5、成田国際空港、釧路空港、青森空港、熊本空港、中部国際空港、広島空港、 新千歳空港、東京国際空港 CAT、通関西国際空港、中部国際空港これらの空港では、霧で視界不良になることが多かったり、視界不良時に到着便が滞ると影響が大きいためである。ILS は滑走路延長に、ローカライザのパスが伸びるように設置されるのが普通であるが、中には、これと異なる方位に設置し、 着陸直前に航空機が侵入方位を変更して滑走路に生態するような利用がなされる場合もある。具体例としては2010年から供用開始の東京国際空港の D 滑走路があり、浦安市のリゾート施設への影響を及び、千葉県からの要請を考慮して海側に二度オフセットしてある。また、羽田の原 B 滑走路供用前の A 滑走路でも、 ローカライザー用地の都合からオフセット運用が行われていた。その他広島西、富山、大島、那覇などでオフセットローカライザーの設置例がある。また、イタリアのジェノバ・クリストフォロ・コロンボ空港では山岳地帯を避けるため、中華民国の金門空港では中華、人民共和国との国境が迫っているため、それぞれオフセット ILS を設置している。 香港の旧憩特区空港には ILS と同様の機器として X が設置されており航空機側は ILS の受信装置をそのまま利用できた着陸の手順としてはまず X によって空港近くの山へ向けて飛行する ILS と同様ローカライザーに沿って侵入方向が与えられグライドパスに乗って降下していくその後は地上に湾曲して並べられた 侵入島を目印に手動で右に47度旋回して滑走路に生態するというものであった。またローカライザのみを利用するルダもある。これは滑走路とは違う方向からローカライザによって侵入していき、滑走路を視認できた地点から旋回して着陸するというものである。日本では東京国際空港に B 滑走路のランウェイ22、 および D 滑走路のランウェイ23への誘導を目的として東方向の東京湾上へ向けたものが設置されている。これにより両滑走路への侵入時に海上を飛行させることで市街地の騒音軽減を図るとともにそれぞれの滑走路に侵入する航空機の安全な左右間隔を確保している。ILS の搭乗により天候が悪化しやすい地域の飛行場にも着陸できる。 可能性が増え、航空会社は、ダイバートによるコストの軽減や新路線の開拓が可能となった。一方でパイロットは ILS に対応した、資格取得と機器の取り扱い訓練が必要となり、負担が増加した。また ILS の故障や、不適切な取り扱いなどによる事故も発生するようになった。日本航空入ツり墜落事故では、空港の ILS が、 整備不良だったかが裁判で問われている。ありがとうございます。